誰だね。懐かしい。カオルさん、どうかしたんですか。星野さん。はい。私、あなたのこと好きだと言いました だけど、だからってすぐに結婚って気持ちにはなれないんです。前に好きな人がいました。懐かしいなこれ。結婚式当日、教会で彼が来るのを待ってました。こっからだと尺が長いよ。だけど彼は来なかった。また人を好きになって、もっと人を好きになって、それでまだ失うの怖いの。怖いね。怖い。僕は死にません。